男と女生物学的に賢いのはどっち、長所と短所かっていうのが分かっているんですけどね、はいはい、3つずつそれぞれまあ優れてるところあるけど、どっちが、それはステレオタイプ教育ってもされているのです。はい、始まりました、マジチャンネルです。さあ今回はですね、炎上の中の炎上わかんないけど、今まで出てる動画どうなってるかわかんないですがミスター炎上のですね、はい、ミスター炎上、あ、まあドクター炎上ですね、一応。あ、そうだ、ドクターだ、そうだ、ドクター炎上、マスター周りが炎上さあカリスさんにおいでいただきまして、今回もなんか危険な匂いのする、まあ大丈夫、地雷ではない気はするんですけれど、はい、今回は男と女、生物学的に正しいのはどっちというネタについて語っていこうと思います。賢いですね。正しいのはどっちだったら、ああ正しいって言ったら、そうですね、どっちが正しい、賢いのはどっちですね、今の面白い正しい、まあ、喧嘩した時哲学的なといいかもしれないですけど哲学的だったらすごいな、なんかステレオタイプだけ考えると、やはり男は女より賢いってやっぱみんな思いがちじゃないですか、はいはいはい、ただ東大とかも8割ぐらい男なわけですし、はい、ね、まあ、社会全般で活躍している人もはるかに、まあ、男の方が多いですし、まあ、平均給料とかも、まあ、男の方がずっと高いっていうのは、はいはいはい、現実としてあるわけじゃないですか、はい、だからまあみんな結構自分の子供とか生まれると息子には期待するけれど娘には期待しないと、結構そういう人も多いかなって思うんですけど、まあ、ぶっちゃけそれどうなのっていうことについて語っていこうと思います、はい、まあ、実は男の脳が必ずしも優れているわけでも、まあ、女の脳が必ず優れているわけでもなくて、それぞれ、まあ、それ長所と短所があるということは分かっているんですよね。男の脳が優れているところは3つあります。1、脳の体積が大きい、やはり体が大きいので脳も8から 13% 体積が大きいみたいですね。さらに2番目、脳の半球内の連結が多いんですね。まあ、脳ってまあ脳量でつながっていて、まあ、左脳と右脳があるじゃないですか。だからその一個一個のまあ脳の中でのまあそのつながりが男の方は多いんですね。だからまあそういうのも影響しているかなと思うんですけど、3番目、空間認識力が高いです。よく言いますよね、はい、だから結構車の事故ってぶっちゃけまあ女性の方がまず事故率多いじゃないですか。まあそれはやはり生物学的なものなんで、まあ平均的にはどうしようもないかなという気はします。あと女の脳が優れているところも同様に3つあります。1点目、脳の視野が多いんですね、女性の方が男より、はいはい、脳の皮質の表面積は女性の方が広いです。お、そうなんだ。そうですね、小さい時は表面積だとむしろ広いんですよね。で2番目、脳の半球間の連結が多い、だから脳量でつながっているんですけど、それ女性の方が太くて、だから2つの脳の間ではまあその交換っていうのはまあ女性の方が多いんですね。だからそういうのも影響していると思うんですけど、3番目、言語能力が高い、まあ、平均としては女性の方が言語能力が高いって、まあ、それはすごいイメージつきやすいかなって思いますよね。結構よく言われますしね、うん、まあ、普通に話聞けば、まあ、それどっちの話で単純に耳に入りやすいかという、女性の方が耳に入りやすいんで、だから結構そのシリとかのそういうのも女性としても設定されてたりするじゃないですか。です、ね、単純に聞き取りやすいので、だからまあそういうのはまあ言語能力高いの、まあいろんな言語をできる人も女性多いですし、やっぱりそういうのはあるかなって思いますね。多分英語の平均点とかも女性の方が高い傾向にあるかなって思います。ただし3つずつそれぞれまあ優れてるところあるけど、どっちが知能は優れてんのっていうのはあるじゃないですか、はい、そうですね、結果としてはその違い見られないんですね。お、そうなんですね。例えば IQ もそのトータルとしては違いがないってことが分かっていて、はいはい、まあ、得意なタスクっていうのは違ってて、男は空間認識力が高いとか、女は言語能力が高いとか、そういうのあると思うんですよ。ただ平均としても何の違いもないみたいです。またどちらの学力が高いかっていうのは結構国によって結構ばらつきがあるみたいなので、どっちかというと文化の影響の方が高いみたいですね。男だからというそういう話じゃなくて、そうですね、ジェンダーステレオタイプはよく、まあ、ニュースにも出るトピックではあるんで、そうですね、まあ、最後もそのインターナショナルシティのアセスメントで言って、まあ、その国際的な学生の評価をする、まあ、そういうのを見ても、まあ、男女間には何も差はないみたいですよね。ただ知能の違いは見られないはずです。じゃあどうしてもその社会を見ますと、こんなに男の人ばかりが活躍しているのかっていうのはありますね。それはステレオタイプ教育とされているんですよね。これはまあできないとまあ言われてしまうと、その言われた人も萎縮してしまってパフォーマンス下げてしまうという、まあ、そういう心理学的なまあ現象のことなんですけれど、それが女性に対して起きているっていうことなんですね。例えば男女間で、まあ、これは差はないですよって、まあ、言って数学のテストを実施すると、その試験において男女間実際に差は生じないってことが分かっているんですね。でもこれはまあ男の方が平均点がまあ高い、まあ、そういうテストですよって言って、まあ、それでテストを受けてもらうと、まあ、その女性の方が明らかに点を下げてしまうみたいです。だからこういうステレオタイプで自分はできないっていうのは思い込んでしまうので、どんどんパーソナル下げてしまうっていうのはあるみたいです。だからSTEMの、ね、領域ってよく言われますけど、そこに女性がなかなか入っていかない、
っていうので、まあ、東京理科大でも、ね、東京工業大でも圧倒的に男性が多いっていう、そういう状況が起こっちゃってて、でこれなんとか増やさなきゃいけない、でも結局はそれを原因っていうのは今のステレオタイプだっていうような話の英語長文毎年出ますから、はい、まあ、実際今その通りだと、これちゃんと脳科学的に見ても事実ですね。まあ、必ずしも、例えば脳が大きいから優れてるって言えば、それだってもクジラとか、まあ、ゾウとかイルカとかのが人間より優れてるのという話なので、まあ、そういう単純な話ではないので、基本的にはトントンかなって、まあ、少しまず得意なところは違うんですけど、基本はトントンかなって思いますね。それで残念ながら、例えば Google とかって、Is my son gifted? 私の息子は才能があるのっていう、そういう文章で Google 人の方が、Is my daughter gifted? 私の娘は才能があるのってGoogle人より 2.5 倍多いってことが分かっていて、だからこのようにどんどん自分の息子にばっかりする期待をかけて、まあ社会全般としてやはり男にしか期待をしないっていうことがあるので、まあピグマリオン効果みたいなのを言うじゃないですか、期待された通りに行動するみたいな、だからそういうことが起きてしまうので、基本的に女性がパフォーマンス、自分のポテンシャルは変わらないはずなんですけれど、ポテンシャル全然到達できないので女性だと、だからこそこんなに大きな差が生じてしまっています。だからこれは知能そのものの違いではありません。例えば5歳の子供に男女どちらが賢いって聞くと、まあ男は男、それで女は女というふうにそれぞれ自身の性別で答えるってことが分かっているんですね。しかし何度6歳になってくると、子供はどちらが賢いって言われると、どちらも女の子も含めてみんなと男の方が賢いって答えてしまうってことが分かっている。だからこれまあ社会的にバイアスにどんどんまあ影響されてきたから、まあそれに適応してもこうなったっていうことですよね。なるほど。だからそういう環境に適応してしまうから、女性がどんどん自分のポテンシャルを発揮できずにいるので、はいはい、それはまあすごい嘆かしいことかなって僕は思います。いや残念ですよ。ぜひ女性の方、うちのチャンネル十何パーセントしかいないけど、登録者男性が圧倒的に多いんですけど、そうなんですね。だから幸せに生きるためにはやはりどんどん環境に適応しないといけないじゃないですか、はいはい、女性は知能が高くなると逆に生きづらい社会になっているんです。特にこと日本であれば、そうですね、なんかまあそこそこの大学でいいし、別に東大とか行かなくていいでしょって言う人がすごい多いじゃないですか、まあ、直接言わなくてもそんなふうに思ってる人はすごい多いわけですし、ですね、だからそういったまあこの状況があるのであれば頑張ったところに向かれないってやっぱ思ってしまうんですよね、女性の人って。だからまあその東大とか行かなかったり、自分の知能を高めるための行為をしないので、ポテンシャルに到達できずっていう、それがまあ現状かなって思います、ね。そうですね。お金持ちと結婚すればいいよとかね、結構ありますからね。そうですね。実際、まあそういう方がまさに幸せの、そういう社会になってしまっているっていうのがあるので。そうですね。将来の夢はお嫁さんとかってよく言われましたしね。玉の腰に乗るみたいなのがね、よく言われましたね。そうですね。ソーシャルノームってまあ言うんですけれど、そうそう、まあその社会的にあなたはこうであるべきみたいな。だからそういうのがあるからこそ、まあ差が出ているので、特に生物学的に男と女は、同じぐらい賢いことが分かっています。なるほど。だから炎上しなさそうなことを久しぶりに言いましたね。久しぶりに。いやだから本当にね、ぜひ女性の方も、ね、はい、理系のトピックに、ね、挑戦してもらって、結構言われてますからね、あの医学部でも女性あんまり取ってもらえないっていう現状があって、でも比べてみると女性の方が点が取れてる科目とかも全然あるし、でも何も差もないはずなので知能には、はい、そうなっていうのがあって、もう入れてもらえなかったっていうね、まあ、それはちょっと大学はよく用意してないですね。はい、ぜひ挑戦していっていろんな分野にやってもらえばいいと思います。はい、はい、優しいカリさんに、はい、まあ、東大、まあ、いずれは分かんないですけども20年後とか、まあ、男女半々ぐらいになってればいいかなと思います。そうですね、なるとおりですね。目指して頑張ってみてください、はい、頑張ってください。はい、今回はカリさんにおいでいただきました。はい、ありがとうございました。バイバイ。